場外に落としました。場外戦を申し込んでいったのはスティーブ・リアルズ。ボディは青のコーナー動きません。さあ鉄柵を掴みまして結構打ち込みます。エースはかなり上半身汗をかいています。そしてこの当て身技を食いましてかなり上半身好調しています。ボディースラムドスンという音。大阪の食べ物の味は薄いと聞きますが、この床の上攻撃、これはかなり濃い味がした、そんな音でありました。参戦が赤のコーナーからエースに声をかけます。カマンジャーニー、その声に応えることができるか。さあ握り拳を握りしめて耐えますが、このキックは効きました。これが赤コーナー、ハンセンの表情です。ロープに振って何を合わせる、ラリアット、空振り、返ってくるところはちょっと高いが、あっとギロチンホイップ、この辺りのインサイドワーク、スティーブ・リアムス、カットに入ったハンセンに対して目を向きます。目で殺します。スティーブ・リアムス引き上げて、さあゴディに渡しました。これはかなり覚悟がいるタッチではないでしょうか。さあカットいった、殺人魚雷タックル。さあエースもかなりロンリーバトルが長くなっています。またゴディの左の膝、抱え込んでそのままバックドラップ、これはやはり絞りが若干どうでしょうか、足りなかったように。足りませんね。あ、そうですか。やはり馬場さんもこのタッグパートナーがこんな風にこの試合中に古傷を痛めてしまうあると思うんですが、このコーナーで待っているパートナーの方としてはどういうこの気持ちなんでしょうか。まあね、はい、できれば自分が変わりたいですけども、はい、なるべくそのね、やっぱりそこをカバーしてやってくれるというのがね、そのベテランのいいところですからね。当然ではゴディはそういうものはいっぱい持ってますから。ただ相手がね、ハンセンですからね。なるほど、ここはちょっと困るところなんですよね。馬場さんのお話の間に新幹が空を飛びました。20分経過、合体です、合体技、そしてコーナーのボディにも。さあここからエースの本領発揮か。さあ果たしてこの両チームのうち千葉大会三沢川田の世界タッグのベルトに挑戦するのはどちらなんでありましょうか。ラリアット、あそこで打ってきました。正面に回ります。これが一つ一つ何をやってるかよく決まってませんでしょう。そこがこのエースの、ダメなところと言いますかね。勉強しなくてはならないところ。そうなんですよね。ダイビングボディープレス。10分経過前後でしょうか。テリーゴディが左の膝を痛めた。あっとこれです。入るか。あっと勝ったんです。そのままバックタップ。これはちょっと汗で作りましたか。10分経過前後にセリンゴディが左の膝を痛めました。 SDD 思わぬこの挑戦権獲得に暗雲が垂れ込めているこの大阪の夜空であります。そのまま落とした、カバーに入る、どうだ、カウントする。さあハンセンがゴディを取って本部席、リングの上はエースとウィリアムズだけ、エースとウィリアムズだけ。場外ではかつてのタッグパートナー、ゴディとハンセン。さあここで分断されました、踏ん張りどころです。さあ返して返して、オクラホマにエースを連れていくか、千葉にはエースはいけないのか。さあ2回使った、サンバックで体を落とした、サバーに入るハンセン使った、ハンセン使った、間に合いました、ハンセンがかつてに間に合いました。さあここで DDT、ウィリアムスに打ちました DDT。 両者ダブルナックダウンの状態です。両者ダブルナックダウンの状態、反転を起きろ起きろ、ボディも待っています。青コーナー、さあどちらが先に立ち上がるか、
まさに大阪のこの村木発祥を迎えました。ハンセンが懸命に左の腕を伸ばします。青のコーナーでは痛い左膝、これを押してゴディも手を突き止めます。ウィリアムソンが先に状態を起こしました。さあちょっとこれはコーナーが分からなくなっているのか。手を伸ばせばそこにはゴディがいる。さあウィリアムソンがゴディに渡しました。古傷のこの左の膝、これを抱えてどこまでやり通すことができるんでしょうか。魚雷ラリアット、やはり踏ん張りがやや効いていないか。起こしてもう一発、エースも苦しい、ゴディも苦しい、カバーにしたのはセリーゴディ、カバー、グーで返しました。反戦の応援のスプレッコール、ジョニーエースには届いているでしょう。リングの中央、さあバックに回った、エース挽回のチャンス、ハンセンがアシストしてそのまま投げた、スープレックス、バックに投げました。ハンセンがもういても立っても出れず、赤コーナー手がかっています。そしてロープに飛んでそのままジャンピングに、このフロントスープレックス、これもやや持ってきた浅いか。ここでウィリアムスがハンセンを勝った。さあリング上は膝の痛いゴディとジョニーへフロントガンでキック。さあ何輪の夜空にパワーボムはパワーアンド、エースが返した、エースが返した、カウント2、エースの踏ん張り、場所を東京から大阪に移ってそこでも踏ん張ります。ハンセンがカット間に合うか、入ってきたラリアットでカット、ゴディがパワーボム、カバー、カウント3、24分20秒、セリアリー、セリアリー、ジョニーエース。最後はまさに混戦からのパワーボムでありました。千葉大会三沢川崎に挑戦するのは達人魚雷コンビ、ハンセンが収まりません。エースはまだリングの中央で大事の一本ままです。馬場さん、挑戦者世界タッグのベルト、このゴディとウィレムスに決まったんですが、いかがでしたか。そうですね、やっぱり、はい、やっぱりかという感じですね。もうエースが今から3分ぐらい前からもうダメでしたね。なるほど、やはりこのエースの踏ん張り、もう一つ2つ欲しいというところでありました。来週放送のこの世界タッグ選手権、これは三沢から世界タッグへの挑戦者はプリゴディ・スティーブ・ユン、達人魚雷コンビと決まりました。